参ります。はい、じゃあトンさんお邪魔します。でねー、ガンダムプラネットです。じゃあこれから探検してみます。トンさん、これ普通なの？普通です。うそー、これはみんなのフォトショップ。これ。わあ、これ全部売ってるの？そうですね。まあ、上にもいっぱいあるし。どこ？上にも箱が全部積んであるのはですね、在庫なんですね。上にも倉庫っていうのがありますし、まあ結構スペースはですね、今いっぱいなんです。へえ。どんどん今狭くなってきてるんで、移すところを探してます。へえ。こういうの、どれが？メーカーから送ってきた、はいはい、プロモーション用のですね、ポスターです。来たね。決まってるわけでもなく変動があったり上がったり下がったりするんで。あ、何これ、値段の変動があるんですか？そうですね、そういうのこういうのとか持たないといけない。へえ、ね、アニメで人気があったら上がったりもしますし、あ、でも下がったりもするんですよね。下がったりもします。ちょっとマーケットがですね、これ読みにくいんですよ。ああ。すごい、ドラゴンボールやセーラームーンの有名ですよね。セーラームーン、これセーラームーン？セーラームーン、ここです。セーラームーン。こっちか。こっちや。まあ、月に向かってお仕置きようですね。そうです。これを箱から出せば、まあ、こんな感じで飾ることができます。はあ。自分でポーズを決めてですね、遊ぶ。はあ。これが人気なんですか、初音ミクちゃん？はい。え、ミクちゃんって一人なんですね。ミクちゃんって、まあ、絵を描く意図によっていろいろ違いますけど、まあ、全部ミクちゃんです。あ、これはミクじゃないです。もうすいません、なんか全然勉強不足でミクちゃんのこと全然知らなかった。ちょっとガンダムっていろんな種類あるんですね。私は赤い彗星シャアが好きだったんですけど。シャアもですね、人気ですね。シャアのモビルスーツとかも集めて。シャアのモビルスーツあるんですか？はい、シャアのモビルスーツ。シャアズナブル。そうです。シャア専用っていうのが。